つかアイドルの一番星になる。虹の夢アイカツ始めます。おはよう、ベイビーたち。今日は最強にロックなニュースがある。ベイビーたちがこの1ヶ月でどれだけ成長したか確かめるために1週間後テストを行うことになった。テスト?面白いじゃない。課題はダンスステージ。衣装はドレスメイクしたドレスであることが条件だ。アイドルたるものセルフプロデュースは基本中の基本。いかに自分らしく個性的にドレスを作れるか、これが合格のキーとなるわけだ。 OK ベイビー。はい、ナイスレスポンス。以上、解散よろしく。ドレスメイク。楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。マイドレスメイク。どうぞ。いい香り。姫の紅茶はやっぱり格別ね。ああ、頭もすっきりするし、何より気が引き締まる。スコーンもサクサクで最高。よかった。どう？新入生の子たちは。今年の劇組のレベルは高いと思うよ。演劇経験者が去年より多いしね。美し組にも可愛い子が入ったの。どんな風に育つか楽しみだわ。前組は？はい、元気な子がいっぱい入ってくれたから超明るい感じ。どこもいい感じね。歌組はそうね。虹の夢ちゃん。え、あの子歌組に入ったんだよね。あの新入生のお披露目ステージですごかった子。うん、いいなー、羨ましい。ゆずちゃん興味津々ね。うん、だってゆず面白そうな子大好きだから。わかる気がする。あの子からは不思議と目が離せない。ゆめちゃんはもしかしたら私と同じかもしれない。同じ？確かにキュートでふんわりしているところが似てるかもね。よし、そろそろ行こうか。そうね。私たちは星、アイカツ界を照らす4つの星。絶えず空にきらめく道しるべ。エスポーの輝きはドアリー。テスト
トの課題はダンスとドレスメイク。あ、ありがとう。期間は1週間じゃ意外にハードかもね。うん、でも初めてのドレスメイクだし、ワクワクが止まんない。確かに大変な方が燃えるってね。絶対一緒に合格しよう。うん、よし、張り切ってドレスメイクするぞ。あんまりはしゃがないの。あら、あなたたち。ん？今回はドレスメイクで来たのかしら。はい。じゃ、特別に聞かせてあげるわ。ん？ゆりちゃんのドレスメイク講座。あ！ドレスメイクとはズバリドレスの形を作り変えること。グリッターというアイテムを使えばデザインを変えられるの。ほい。すごいです。でも私そんなの持ってるかな。この間アイカツモバイルに届いてたでしょ。ステージで素敵なパフォーマンスをするともらえるんだよ。そうなんだ。組み合わせは自由自在。グリッターがあればあるほど作れるドレスが増えるというわけ。説明は以上。初めてのドレスメイク頑張ってね。はい。まずは学生証を認証させて、それからこのアイカツモバイルを。本当だ、グリッターがたくさん。すごいね、まるでデザイナーになった気分。確かに面白いじゃない。ここはもっとキュートに。はっ、こんなのもいいかも。できた。うん、すっごくかわいい。私に似合うと思わない？まあ夢らしいかな。よし、じゃあこれに決めちゃおうかな。けど一度決めたら後戻りできないよ。え？はあ、ドレスメイク楽しかったな。あんなに可愛くできたし、私って才能あるかも。おお、なんて素敵なドレスなんだ。君デザイナーになら。本当ですか？私も才能あるって思ってました。なんでスカウトされちゃったらどうしよう。ただいま。あ、おかえり。ん？何見てるの？夜空先輩の番組、夜空のファッションタイムですだよ。一緒に見る？え？見る見る。綺麗になるコツは何ですか？ですって。綺麗になるコツか。まずは心を綺麗にすることかな。さすが夜空、パーフェクトかつビューティフルな答えね。わあ、かわいいね、このリスちゃん。夜空先輩がトップモデルを務めるブランド、ロマンスキスのマスコットだよ。名前はミスロマンス。夜空にはまだまだたくさんの質問が来てるわ。うん、何でも聞いて。いつも素敵なドレスを着ていますが、コーデの秘訣は何ですか？ですって。そうね、ステージを作り上げる上ではドレスが持つ使命を考えることもあるけれど、みんなにはおしゃれを純粋に楽しんでもらいたいかな。ドレスの使命？なるほど。もっといろいろと聞きたいところだけど、そろそろ終わりみたい。あら、もうそんな時間？え？また来週！ちょ、待って！まだ全然！あ、終わっちゃった！ゆめちゃん？ドレスの使命って何？夜空さんが言ってたドレスの使命って何のこと？もしかして私が作ったドレスって。ちょっと、ん？さっきから同じとこ間違えてない？え？そうかな。呆れた。やる気ない人と一緒にやってられないんだけど。ごめん、ちょっと悩んじゃってて。ん？わかるよ、一つのことが気になって前に進めないその気持ち。うん、
でも考えても考えても答えが見つからなくって。なら探しに行くしかないじゃん。え？大丈夫、夢には力があるんだから。じゃなきゃ花の歌組になんて絶対合格しない。自信持っていいよ、私が保証する。ありがとう。うん、私ちゃんと自信を持ってドレスメイクしたい。ドレスの使命は何なのか絶対答えを見つけてみせる。はい、これで今まで出てるの全部かな。案外多いね。読み切れる？もちろん夜空先輩のこともっと知りたいから。ありがとう小春ちゃん。お疲れ様でした。ゆめ、みんなでカフェ行くけどどうする？ごめん、調べ物があるから遠慮しとく。ファイト、ゆめ。ドレスの始まりは、一人で分かった気になって何も変わってないじゃん、私のバカ。私全然ダメだ、絶対に答えを見つけるって誓ったのに。テストは明日なのにこんなんじゃ S4 なんかになれっこない。ドレスのフィッティングがあるからと、あれほど。いやー、ごめんなさい。さあ、行きますよ。あの、私も見学していいですか？もちろん。おはようございます。おはようございます。おはよう、みんな。もう、すごいお出迎え。よかったわね。今日のフィッティングはステージ本番を意識した内容でね。舞組生でもなかなか立ち会えないのよ。そうなんですか？
ました。本番で着るドレスをイメージして作ったものよ。へえ。すごい。どうしてあんな風に踊れるんだろう。見ていたい。ゆず先輩素敵です。感動です。ちょっと違うかな。え？こんな感じだといいかも。ゆず様ってこんなに面倒見良かったでしたっけ。何のことだか全然わかんないぞ。夜空先輩が言っていたことがやっとわかった。ドレスの使命、それはステージを盛り上げることだったんだ。私が今作るべきドレスは、私らしい私だけのステージドレスができたと思う。自分を信じて絶対合格するんだ。
果発表も残すところあと一人。ラストは虹の夢。カモン。このドレスは虹のらしいキュートさがちゃんとアピールされていたし、美脚効果抜群のショートパンツはダンスにもぴったりだった。ドレスをステージで生かすのはアイドルの務め。グッチョイスなドレスメイクだったぜ。というわけで文句なしに合格だ。ありがとうございます。答え見つかったみたいでよかった。ドーラが励ましてくれたおかげだよ。別に励ましてなんて。よし、ドーラお茶行こう。ちょっと走るとボケるわよ。ほら言わんこっちゃない。アウトロが終わるとイントロが流れてくる。次の曲へ。楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。